どうもこんにちは。こんにちは。ナナちゃんです。ナナ不思議の吉田桃です。我が身ラブです。よろしくお願いします。今ちょっとね、はい、ね、いつも手伝ってくれてるスタッフのね、はい、AD 木村くんが、はいはい、あれっつって、靴なくしましたね。そんなことある現代においてこの仕事場の部屋の中で。靴なくす。いやだからそういう言葉を残して去っていった直後だからちょっと半割れで始まっちゃったからごめんなさいね。すいませんね、申し訳ないです。多分その辺にね、あるんだろうと思うんですけど、ここですけど、ね、なんかさ、何ですか？僕誰かが連れてる動物にすごいテンション上がっちゃうんですよ。道歩いてて散歩とか、うんうん、でだいたい犬とかがさ、うん、ワンコ散歩してるって言うじゃんか、うん、でニャンコ散歩してたの。まあ、結構珍しい。まあまあ、いるけど、たまに。にゃんこハーネス、わかんない。なんかこういうのつけて、こうやって散歩させてるおばあちゃんがいたのよ。うん、で、それダメなんじゃないの、猫って。え、大丈夫？あ、そうなの？うん。その、家猫で飼ってて、うん、その、なんていうの、外散歩させてあげたい、はいはいはい、外の景色見せてあげたいみたいので、散歩させてらっしゃって、で、わーっと思って、うん、すっごいテンションを上げて、声かけたから、めちゃめちゃ引かれたんですよ、ちょっとおばあちゃん。引くでしょうね。うわー、かわいい！あー、引くでしょう。のテンションで。キモい！いや、そんな風にはなってない。なってなくて。なってなくて。で、それで、うわ、かわ、僕猫大好きなんですっていうので若干引きながら、はみたいな感じで、去ろうとしてんの、結構早めに。でも怖いですもん。いやいや、この絡みもうちょっと続けたいなと思って、おいくつですかって猫のことを指さしていったら、78ですって言ったから。いや、それはおばあちゃんね、ちょっとね、もう、気を取ってるからもう。それの絡みで去っていったからね。だから多分、うん、あれじゃない猫に可愛いってやってるけど、やってる自分に来てると思ったからね、おばあちゃん。俺だって、俺に40、今年5ですよ。45でしょ。俺にちょうどいい女性は28とかなんだ。いやいやいや、それは、ちょうどよくはない。はいはい、ないの、あ、それも一つ。あ、なるほどね、ちょうどよくはないですよ。でもそういう、なんか最近ね、まあこの前どっかでも喋ったけど、トーストみたいなワンコ、柴犬みたいな、はい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 、すごい可愛いなと思ってて、ちょっとね。犬可愛いっつってね、最近。だから犬の気持ちも分かってきた。犬の気持ちというか、犬をめでる気持ちも分かってきたんですよ。なるほど。うん。犬はね、うん、やっぱり何が可愛いってこうアピールがすごいからさ、こっちに対して大好きみたいな、大好きもそうやし、ご飯ちょうだいもそうやし、うんこしたいもそうやし、いや、うんこいかんか、それはしたらええがわざとこっち目の前に来て、うん、こうやってやるうんこしたい、いやいやいや、していいよいや、どうぞしてどうぞってこっちは思うけど、わざと目の前に来てなんて言われてんだよ、それ犬は。いや、だからここ誘導してね。ああ、こっちだよ、みたいな。誘導して、こう、やりよるから、すっごい可愛いですよね。でもね、猫もうんちしてるときに、目見ると、ちょっと反らすから、ね。あ、恥ずかしい。そう、あれはちょっと面白いなと思ったりするんですけども。まあね。いろいろありますが。いや、何ですか。怖い話でしたよ。マジか。そうだと思わなかったでしょう。ショックやわ。なんでだよ。なんでショックなんだろう。当然来るだろ、この流れは。対談で、まあ、A さんという男性の体験談で、高校生の頃にですね、はい、まあ、ちょっと家庭の事情で A さんという男性ね、うん、茨城って言っちゃダメなんだよね、茨城県の古河市っていうところに、うん、まあ、住んでいた。ウイングの元社長ですか？いや、それ茨城清だから、それはね、松永光弘とかレザーフェイスとかあの辺を使ってウィングっていう団体立ち上げたけど、給料未払いになって問題になったんだから、茨城清は。YouTube チャンネルもやってるけど、関係ねえやろ、それ。なんか、俺が言ったのが悪いねんけど、なんか。プロレスね、昔のプロレスマニアなんで、つい出てしまいましたけども、まあそこに住んでいたと。でね、高校生ぐらいになってくるとアルバイトだとかいろいろあると思うんですけど、はいはいはい、その A さんがやっていたのが、はいはい、山林が多くあるからカブトムシクワガタがめちゃめちゃ取る。はい、いいですね。で、取ってさ、高校生ぐらいだともう、この飼うとかじゃなくて、うん、養殖場みたいなところに売るんだって。と、まあ、買ってくれる。はい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 。で、まあ、16、7だからもう、そんなね、もう、どんどん取って、売ってた、うん。はい。で、それ A さんね、ちょい、まあ、やんちゃ系なんですよ、はいはい。いわゆる不良っぽいんで、友達とかとね、はい、数人で一緒に家の前とかも取って、うん、売ってを繰り返していって、もう茨城じゃないと。うん、もう徐々に、もう栃木の方まで、こう範囲を広げていったわけですよ。うんうん、取る範囲どんどん広げていって、うん、まあ、たくさん売ろうぜみたいな感じになっていて、うんうん、ではある時に、まあ今まで行ったことがないとこ行こうっていう範囲広げてる中で、うん、A さんが、
B さん、C さん、D さん、まあ、全男の子なんですけど、うん、不良系のやんちゃ系の子でね、まあ、今日行くぜって、原付きで行ったんですって、うん、いろんなとこバーって探ってって、うん、うわ、取れるなーって言って、取って、どん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 奥行ったら、さら地みたいなところが山林の中に出てきた。うん、テニスコート、4面分ぐらいの広さのさら地なんだって。うん、そのさら地に有刺鉄線が、あたりを覆っている。うん、で、その真ん中に、リングがあって、ウィングなんじゃないか、それはお前。昔に、デスマッチをね、松坂光弘が後楽園ホールの、バルコニーが飛び降りたら有名なウィングなんじゃないか、それは。違うんですか？違いますよ。リングはないんです。リングはなかった。縦穴式住居、みたいな倉庫があったんだって。倉庫？そう。なるほど。見た目が縦穴みたいなね。そうそう。はい、縦穴式なのか、倉庫なのか、はいはいはい、っていうのがポツンって立ってるんだって、うんうんうん。で、外付けの階段っていうのがついてて、うん、その倉庫の2階に、うん、まあ行けるようになってて、木でできたようなドアみたいなのがある、うん。なんでこれをこんな鉄線で覆うんだみたいな、うんうんね。意味わかんねえな。気持ち悪いなとか言いながらも、まあ、その頃のさ、高校生ですよ、ちょっと。まあ、これ本人が時効だっておっしゃったと言いますけど、ちょっと一服しようぜ、みたいな。まあまあまあ。ね。まあまあ、原付き止めて、じゃああの倉庫のさ、あれ2階行って、はい、みんなでその中に入って一服しようって、はい。じゃあ行こうぜって言ったら、この階段登って行って、はい、2階にその木製のドアっていうのを開ける、はい。夕方前の時間だったらしいんですけど、めちゃめちゃ中暗いんだって、うん。明かりも入ってこないから真っ暗だ。はい、うわ、暗いなぁ。まあいいや、でも、タバコ吸うだけだからって言って、うん、4人が一斉にライターつけたら、うわっ！あたり見てびっくりしたんだ。あたり一面、部屋中、全部お札が貼られてる。うわ、怖っ。うわぁ、何これってなって、ぼんやりとさ、ライター近づけるとさ、こう、なんとなくわかるじゃん。なんて文字書いてあるんだろうって見たら、全部同じお札で、うん、悪性退散って書いてある。そう、悪い星が去るようにみたいな、で、なんかこの言葉自体っていうのが、なんかこの昔って立春が、新年の始まりだってされてて、うん、で、その前日の節分っていうのが、うん、昔の暦で言うと節分が大晦日だったと、うん、で、この、節分の日にね、うん、いいものが来て悪いものが去るようにっていうことで、うん、福は内鬼は外みたいな言葉の意味合いで、うん、前世傀儡、うん、いい星がみんなに来るって書くんだけど、うん、前世傀儡ね、うん、でそれとともに悪星退散っていう言葉もあったと、うん、悪い星が私たちのところから去るように、うん、だからそれ悪いものをどっかにやりたいっていう気持ちの札みたいのがバーって貼ってある、うん、気持ち悪いなと思ったんだけど、うん、その中の一人の B 君っていうのが、うん、なんだこんなもんつってビビってんのかみたいな、うん、全然俺ビビってねえからっつって、ば、うん、まあ、剥がし出しちゃったんですよね、お札って。いや、全然大丈夫だからって言って。で、それ A さんとかも、A さん自身は霊感になる人なんです。だから、あ、ちょっとまずいなと思ったけど、ここで、いや、ちょっとやめろよ、怖いじゃないかとか言うと、うん、いや、A ビビってんじゃんかって言われるから、まあ、見てたと。うん、ああ、お前やるじゃねえかよ、みたいな感じ。どん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 剥がしてるけど、まあ、ちょっとみんな怖くなってきたんですね。だから、いや、もうちょっとこの辺にしてタバコ吸うやつがもう帰ろうわ。うん、帰ろうわって。帰ろうわ。ちょいちょいなんか怪しいのに結構ありましたよ。でも帰ろうわって書いてあったんだもん、それ。書いてあった。書いてあった。謝った方がいいです。書いてないでしょ。ごめんね。カメラやそうそう。で、冒険に謝るの全部変ですよ。そうそう。そう、帰ろうってなって、で、まあ原付きに乗って、まあ行動、まあその、いわゆるバーってみんな縦一列で走ってたらしいんですけど、そのうちね、A さんの前を走ってたのが、さっきお札を剥がした B 君なんです。その B 君に、無数の人影のようなものが覆いかぶさって、そのハンドルっていうのを握ろうとしてる様っていうのが A さんパッと見たら見えたんだ。うわっ、これ B 君危ないって言おうとしたら、B 君が原付きバーンって転倒した。で、大丈夫かって言ってみんなで行ってみたら、その、まあ、一面は大丈夫なんですよ。重傷っていうことで、足から骨が見えている。うわ、大変だった。え、そんなこけたの？そう。ガーンっつって。だから多分なんかよくわからないものに、だから段差もないのに急にこけたから、あれおかしいなと思いつつも、うん、まあ、救急車運ばれてっていうことだったんだけど、うん、で、それ以来ね、その B 君、別に何かがあったわけではないんですよ。うん、で、うん、そこから、この話っていうのは A さん自身がちょっとやんちゃ系だったっていうこともありまして、うんうん、界隈ってものすごく広まるわけですよ。はい、で、その中で、
同じようなところにね、乃木の廃病院っていう心霊スポットがあるらしいんですけど、それとともにこのお札の家っていうのがものすごくその近辺あたりで有名になって、なんかまあみんなが夏になると行こうぜみたいな一大心霊スポットになってしまったと、で A さんこのことをきっかけでね、もうそこ行かなきゃいいじゃん、だけどいや俺実はあれ行ってお札さでも友達が剥がしたりとかいろいろあったんだよとか周りに話して、何回かその後も遊びというかで行ってしまったことがあるらしいんです、で本人曰くあれは調子に乗ってた時期でしたみたいなことをおっしゃるんだけど、ある時その B 君の転倒事件があってからもまた A さんそこに行ったと、でその行った時っていうのは男性3人、女性3人で肝試し感覚で行きましょう、でそのお札の家の近くで、まあ、みんなで集まって今から男1女1でカップルを作る、3組のカップルを作って、1組が入ってそのお札の家の中に入る、で10分間経ったら戻ってくる、で次に2組目が行く、で10分間での繰り返しでみんなで3組のカップルが全部10分間滞在して戻ってきた後にみんな何があったみたいなちょっとこう話し合うみたいな肝試しをしようということになったと、でその時に3組のカップルやったんだって、それを10分10分10分やって戻ってきたら、これ珍しいっていうか非常にあんまり僕聞かなかったパターンなんですけど、みんなお化け見てるんです、全員見てんの、1組目のカップルも見てる、で2組も当然見てるんだけど、見てるものっていうのがみんな口を揃えて言うのが女の子がその家の中で泣いてる女の子を見た、シク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 泣いてる女の子 A さんも見たし、まあ他のみんなも見てる、だけど一人だけ泣いてる女の子じゃないものを見た人がある、その人っていうのが B 君なんですよ、昔こそこでのお札を剥がして転倒してこけちゃった B 君っていうのは女の子は見たけど、その女の子は泣いていなくて笑ってたっていう、笑ってる女の子が B 君がその家に入ったらスーって近づいてきて自分の近くまで来たと思ったらお札を剥がしてくれてありがとうって言ったの、うわってすっげえびっくりしたけど、まあ10分間そこにいなきゃいけないってことで女の子がすぐ消えたから、そこで B 君頑張ってね女の子と一緒にその時間過ごした、で戻ってきて、いやこれ実は俺だけこんな風だったんだよみたいな、B お前そんなんだったんだみたいな話して、でこの時ここから少し経ってから B 君自身が声帯をおかしくしたのか、声を失ってしまったらしいです、でそれとともに生気を失っていって、数年後には B 君自身が亡くなるということになってしまったんですよ、だからあの時に行った中で A さんだけが霊感を持っていたんだけど、他の霊感を持ってなかった B 君、だけどお札を剥がしてしまったがために謎の女性みたいなものに転倒させられた上に、そしてゆくゆくは命を取られるような結果になったんではないかなと思われると、でこのお札の家っていうのはですね、心霊スポットとして非常にこのまあみんな海外で有名になったらしくて、なんかあなたの知らない世界とか、その辺の番組でも取り上げられたことがあると、で自分の好奇心みたいなものへ行った場所でね、なんか自分の親友がそういうことになってしまったっていうお話をいただきました、はい、ありがとうございます。最初バイク交換したのは女性なんですね、バイクを使ってきたのは女の子なんですね、そう、あの2回目にそのお札を剥がしてくれてありがとうって言ったのは女の子で、1回目のそのバイク転倒は A さんが見たのいわくね、複数の人間がその運転してる B 君のハンドルに群がってたんだ、だから女だったのか男性だったのかってちょっと描写はないんだけど、何人もの人間がまあ事故させようみたいな感じでこう群がってるのが霊感のある A さん曰く見えたと、でも最後に出てきたというか、お札を剥がしてくれてありがとうという決定的な言葉を言ったのは女の子である、中学生ぐらいの女性で、いやそこがねちょっとね、俺の中でいろいろと考えどころだなと思って、ああなるほど、で共通してないでしょ出てきてるのは、そうだね、だから俺多分ですけどお札そのこかしたこかしたその集団やつがね、俺お札だと思うんです、
なんでお前そんなことするんだよっていう奥田の怒りが、なるほど、霊感が強い A 君が見たやつだと人型に見えただけで、なるほど、奥田な気するんですよ。封印が剥がれたじゃねえか、お前、それお前っつって奥田が怒ってるんだと思います。たくさんの人が群がってたっていうのは、たくさんお札が貼ってたってことから考えるとね、リンクするとそういう感じになってて、で、うん、お札を貼る人はおそらく能力者じゃない、だ能力者だから、うん、そうだね、おそらくそのお札をその具現化したのがその人型になってっていうので、そうね、剥がしたのを、はいはい、何すんだっていう怒ってると、でなんてことをするんだ、うん、その女の子がもうマジでやばい幽霊で、ね、うん、まあ、悪霊というか魔物化してるのかわからないですけど、やばいやつで、で家入った時にありがとうね、やっと動けるようになって出られるようになったよね、ありがとうっつって。でこのその館っていうのが、うん、昔その女の子が、中学生ぐらいの女の子が惨殺されたっていう噂が残ってるような、だから場所らしいんですよ。だからそこで見られた、まあ、女の子中学生ぐらいだったそうなんですけど、だからそこで、まあ、要はどうやらなんか殺されてしまった子と似てるからね、その霊が今でも出てるみたいなことで、俺もそこちょっと違う気がしてて、もともとその家か土地にいるんじゃないですか、その女の子、その殺された女の子は、その女がいるから、殺されたっていう可能性ないですよ。あー、なるほどね。なるほど。その、起こった事件はあったけど、その前に、もういるやつな気もするけどな。あー、なるほどね。すげえ悪くない？だって、いや、悪いよ。だから、剥がしてくれてありがとうって、命取られてるでしょ、最初に。なんかね、お札剥がしのすごい、だこういう話が、まあこれでも、うん、数十年前の体験だけど、はい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 、こういう話っていうのがやっぱりリアルにあるんだなって感じ、すげえ怖いなって。シャレコアみたいですもんね。そう、内容がね、まあ面白いっていうかあれですけど、すごく怖い話だと思いました。なるほど。はい。以上ですね。以上でございます。以上ですね。はい。ということで、長杉チャンネルでした。ありがとうございました。